なんかちょっと牧場っぽい匂いがする。あ、スーさん、あれがある。あ、本当だ。でもなんか色が塗られちゃってる、残念なことに。あ、牧場だからだよ、スーさん見て、ジュマペルジョルジェットジョルジェットジュシーブニュメズ。あ、メズあーダコモアジュムスイパーアヴァントジョージェット。おらら。おらら。おお。おお。On peut vous toucher? Vous voulez apprendre? Oui. À vous? Comme ça. Comme ça? Voilà, comme ça. Ah, すごい。柔らかい。おお。わあ、c'est gentil. Oui. おら。アベック、だから、バントグディズ、ダーク、卵を売ってる。うんね。6個買ってみる。あ、買ってみようよ、買ってみようよ。ファンで6だもん。6? はい。あ、3個。あ、3個、だから。はい、これ、ジョルジェットさんの卵。ジョルジェットさんの卵。うん、この入り物は違うよ。ラベルルージュなんだけど。ありがとう、卵買ってくよ。メシボクメシボジョネやばすごい、トランクとかもある。あ、ツーさんが好きな車またここもあるよ。プーさんが好きなんじゃなくて、あ、そうなの、あの俺の友達の親友の子供が大好きなの、うん、なるほど。Combien environ d'une pièce, par exemple, 30, comme ça? Un truc comme ça, ça vaut 50 euros, je crois. Entre 40 et 50. Mais après, c'est un truc très cher, 50 euros.Merci. でブーさん見て、このさ猫入れ、まあ私気に合ってたやつだ。可愛くない？まあちょっとプラクティカルじゃないなと思ってやめたんだけどさ、可愛いよね猫入れ。さ、ここにもまたコルニション入れが。でもコルニション入れは重いから後で買おう。コルニション入れをさ、食器ツールを入れるっていう方向にしたいんだ。このお皿かわいいけど、また大きいな。すごくない？これで全部で5ユーロだって。こんなにいらないんだけど。これは10ユーロ。うん、すごいわね、うん。すごいね。なんかまだまだ出てきそうだね、これからも。うん、だってさっき並べてる人もいたしね。うん、なんか放送が始まった。やっぱこういうところでやっぱそういう盛り上げ役のラジオみたいなのがあるよね。あれじゃない、こう店の人にインタビューとか始める。ああ、そうですね。どうですか、どこから来たんですかみんなこの近所に決まってんじゃん見てマミチン、はい、すごいすごい、こんな見たこともない。何時計、あ、見たことなくない、こんな、うん、すごい不思議だね。ベンチ持ってるよ、プーさん。本当だ。テーブル持ってる。すごい男性を引きつけるこのコーナー。ブリコラージュする人にとってはみんなすごい、男子がすごい、男子がすごい、めっちゃ見てる。あそこバケツとか持ってるよ、うん。ここもクワとかがすごい。あ、でも、あ、うちにあるお皿と同じ。あ、本当だ。ここはちょっとなんかプロっぽいマダムだね。そうだね。なんかさ、このグリーンのやつってさ、多分なんかなんだよね、よく見かける。あ、そうね、うん、確かに、うん、これはあれじゃん、あのフォークナイフォーキ、可愛くない、フォークナイフォーキ、ここにフォークナイフ、そうね、可愛いかな、うん、なんかそれあっても可愛いかな、うん、確かに50
Excusez-moi, je vais te rendre. Ça coûte combien les Il n'y a pas le prix. Je crois, non. Il a peut-être pas dû mettre. Alors je vais l'appeler. Il est à côté. Je vais l'appeler juste. D'accord. Pour lui demander. D'accord. Le couteau. Ah, d'accord. Alors, donc, si vous prenez tout, c'est le prix, c'est là. Si vous prenez que les porte-couteaux, il est fait à 5 euros. D'accord. Mais j'en ai 5. C'est possible 3 les 6. On est aussi. 3 les 6, 3 euros les 6. Allô? Alors 4. 4, ok. 4 euros. Okay. C'est bon, bon. Oui, voilà. Merci. Merci. C'est bon. Ok. Merci beaucoup. Désolé. C'est un peu. Non, il est parti chiner, il est à côté. Hein. Ah, d'accord. Pour chiner, là. Kawaii.他のはちょっと使いにくそうなんだけど、そのぐらいだったら差し色に使える。そうそうそう。オッケー、ドンクドゥ。これとかも可愛いんだけどね。うん。やっぱあんまり面積が大きいと難しいよね。使い方ちょっとモダンになっちゃうっていうかさ、うん、雰囲気が。うん。メッシー。え、フォラ。メッシボク。メッシボク。ボンジョネー。ボンジョネー。あわ。わーい。よかったね。うん。こののんびり感といい最高だな、うん、後でコーヒーとかも、うん、いいよ後でね、うん、あいつは本気だ。ボンジュー。これうちにあるやつと一緒だと思ったけど、まあいいか、一緒だった。うーん、カゴも見て、これパン入れるのかな。あ、そうね、多分そうだね、大きさ的にね。うん、メッシー、あわ、あ、なんかいろいろお花が売ってる。すごい、お花まで売ってる。なんかいろんなもんがあんな。ボンジュー。すごい、なんだろうこれ、プーさん。エレクトロミック、エレクトロナミックチューブ。多分あれでしょ、なんか通電してるかとかさ、そういうの測るやつでしょ。ああ、なるほどね。電気にいいし。自由ってやるのね。自由じゃないか。ボンジュー。なんだろう、ユカ。あ、すごいね、なんか。コルニション入れが巨大なのがあるプーさん。すごくない？すごいね。もう何年食べるんだっていうね。まあでもさ、ああいうさ農家とかでさ、大家族とかだとさ、うん、こんなの全然消費しちゃうんでしょ、多分。なるほどね。あんなちっちゃいつぼじゃ全然足りないわ。そっか。コルニションは毎日。お母さんに、ほらコルニション食べなさいって言われて。1人5本よ。へぇ、あ、プーさん、またこれがある。ほら見て。今度はなんか人の顔が描いてあるわ。うん、なんか好きなのね、これね。うん。こういうの職人さんとかいるんじゃない？なの？よし、あっちのレーンだ、あっちのレーンだ。わん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 。ほら、ラジオも始まってる。うん。ご機嫌なミュージックとともに。本当だね。あ、ツーさん、なんかお皿がいっぱいあるぞ。これうちにあるやつと同じやつじゃない？どれ？こういうどれ？違うよ。同じような感じに見えるけど違うんだな。うん。あれがある。でもちょっと違うか。あのコンポティエ。うん、コンポティエね。うん、好きだからね。うん、そうなの。好きなのコンポティエが。このお皿可愛いけどね。でもまあ。まあ、どうする？だったら、まあ、まあでも安くなると思うけど、でもなんかやっぱりもうすでになくなってる感が左側の空き欄から見ても。そうね、このおばさんとこなんかいいもんだって、モロが。どうしよう。どれ？あの4も可愛いし、この5も可愛い。あ、でも欠けてんだ。こっちはそんなでもない。これは何もない。なるほどね。オッケー。まあでも必ず欲しいかって言われて。うん、そうね。メッシ？メッシ僕。あ、見て、器具売ってるプーさん。器具。ああ、器具ね。
木靴っていうのはそれを本当履くの？知らない。そんな俺木靴の詳しい人じゃないし。あ、なんかうちにあるやつの巨大バージョンみたいがある、ほら。あ、ナイフもある。あ、本当だ。そうね、うん、でも別にそうなんだよね、まあ、なかなかね、うん、見つけるのがね、うん、あ、プーさん、ん、これがある。あ、うちの壊れちゃったやつ。もうちょっと深いね、でも何そのこっち鍋じゃない？うん、鍋だな。これも綺麗。あ、コンポティ発見。これ可愛くてジアンだけど38ユーロもする。高いな。38か。物はいいけどね。うん、ここ高い。全部が。まあ、交渉すればいいんじゃない？でも確かに置いてあるものがいいよ、うん、パリのブローカントみたいな、うん、そうなんだよね、結局いいもの揃えてると結構タグなんだよね、うん、テールドフェールとかもあるもんだって、ほらこれとか、あとこのスープ皿もすごい綺麗、うん、38か。De Médiche. Voilà, pour rien de retrouver、un petit peu de promo pour les fêtes、dans les communes environnantes. Et on rappelle que la semaine prochaine, nous serons à Chou pour la fête de l'étang. La 34e brocante, la fanfare des Gratelous sur le programme. Le concert avec Mathieu, on retrouvera tout à l'heure aux alentours de 18h30. Et puis, comme d'hab, une expo de miniatures.こういうのにさ、なんかこう植木とか入れたら可愛いね。ああ、家でね、うん、確かに。まあでも持って帰らないんだけど、ちょっと厳しいよ。これに逆に物を入れるっていう、これは物を入れてもいけんじゃん。そうね。Eh bien, les melons binas, certainement considérés par les puristes, l'aurait jamais dit. Le meilleur melon au monde que vous allez découvrir cette année, qui est aussi de la pêche de fond dans le monde. Donc, dans quelques secondes, juste après. やっぱりコルニション入れを持って帰ったらいいかしらね。コルニション入れを1個買って、ずっと言い続けてるから買ったらもう、うん、でもさっきどっかで見たやつが良かったよ。どこだったか忘れちゃった。結構最初の方じゃん。じゃあこれで見終わったのかな。うん、ほぼほぼね。じゃあコルニション入れと、あと、うん、あの列車のところに行って、うん、散財するか。うん、そしてミレンテルコマンジュープランテンテルコン。これなんかこれをキッチンツール入れるのいいなと思ったんだけど、別にって感じ？いや別にいいんじゃない？なんか今すでにもういっぱいいっぱいだからさ、うん、いやいいと思う。でも10ユーロもすんのかな？そんなに高くない、3ユーロぐらいだったかで、どう思う？値段聞いてみたら？うん、聞いてみる。あ、待って。Il y a pas un prix dessous là, non? Il y a quoi? Ça, c'est 10 euros ou... C'était en francs, c'était 25 francs. 25 francs, c'est ça. Oui, ça, 25 francs. Ça fait combien en euros? Oh, je ne sais pas. Alors, 1 euro, c'est 6,50. Ouais. Ça fait 4 euros, ça. 4 euros, d'accord. Non, 3. Ça fait 3,50 €. Ah bon, d'accord. D'accord. Non, mais c'est curieux. C'est ouais, c'est oui, c'était un franc. D'accord. Est-ce que c'est votre prix, 3,50 €? 3, non, là, Ike. 3 euros? Ok, merci. Attendez. On va se laisser faire, c'est la brocante. Oui, merci, c'est gentil. Merci, au revoir.まさに3ユーロって言ったら3ユーロ。すごい、フランの計算ができるのがすごい。もう忘れちゃった、フランなんて。じゃあ3ユーロで買います。ウィメッシー。セラプロデュイフランセウシュサビアンドゥ。Je ne sais pas. Oui, c'est plus important, oui. Parce que là, non, il y a...
Il n'y a pas de marque d'eau. Je pense que c'est pas un lama. Ouais. Ouais, ouais. C'est très joli. Ouais, c'est très joli. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Arigato. Oui, arigato. じゃあ買いましたね。はい、買いました。じゃあ、はい、もういいのかな？はい、じゃあとりあえずそんな感じで戻りますか。さよなら。はい、では今回の旅の間に行ったブロカントで買ったものをご紹介したいと思います。まずこちら、よいしょ。これはナイフとかフォークとかをここに載せる、まあ、箸置きのナイフフォーク版ですかね。これ前から欲しいなと思っていて、ただ別にこのグリーンとかクローバーとかっていう風には何とも思っていなくて、なんかシルバーっぽいものであったら欲しいなと思っていたのですが、これを見た時にこの色といい、この形といい、すごい可愛かったので、あ、これ欲しいなと思い結構即決しました。これね、すごく色も差し色になって便利です。で、6個揃っているのでお客様がいらした時なんかにも使えて便利そうだなと思ってます。これはこんな感じね。で、次にこれ、これは多分動画では撮影してなかったよね。え、そうだっけ。多分ね、撮ってなかった気がする。だけれど、まあとにかくですね、これはコンポティエなのかなっていう、ちょっと小さめなんですが、ツーさんが見つけたものね。あ、そうだね。すごいこのなんかこの周りのバラみたい、バラっていうかハートみたいな形といい、この細工といい、すごい可愛くてね、これとても素敵だったよね、うん、買ってよかったなと思って。すごい古いものだから、なんか屋根裏にあったのよって言ってたよね、うん、で前もコンポティエ欲しいなと思っていたけれど、なかなかいいのが見つからなかったので、これとてもこんな感じ、裏も気に入っています。ちょっと小ぶりだからケーキとかを乗せるにはあれだけど、果物とか乗せても可愛いかも。はい、この鏡は、よいしょ、最近ね、ずっと視聴者さんにも鏡を買ったらってすごい言われていて、まあ、多分それは単に壁にかける鏡のことを言ってたと思うんだけど、このタイプの鏡のことだとは思わないけれど、こういうなんかちょっと棚の上に置いて使えるやつは素敵だなと思って買いました。だがしかし、これは一体どこに置くんですかね。そうなんです、それはちょっと考えもんですよね。そう、なんかね、ドレッサー的なものがあればいいんだけど、でもまあすごい綺麗で、これもすごい古いのよって言ったけど、そんな古いのかな。お城にあったって言ってたよね。あ、そうだ、お城にあったとか言った。でもお城こんなコンパクトサイズなのかなとか、いろいろ不思議だけど、でなんかまあ後ろはこんな感じになっている。で、動く動く動く。まあでも可愛いからね、うん、すごく。これも10ユーロぐらいだった、忘れちゃった。これも10何ユーロだった気がする、うん、これが一番高かったんだよ確か。うん、まあそんな感じ。まあでもだからってすごい高いわけではありませんね。で、次はこれ、これはあのピクルス入れの蓋がないやつですかね。でもこれはこのキッチンツールを入れるのにちょうどいいサイズ感だなっていうのを、ちょうどこのお宿に来てもちょうどそんな感じに使われてて、すごいいいなと思ったので、これをずっと探していました。で、まあなんで蓋がなくても私的にはもう満体で、もう今すごいキッチンツールがいっぱいいっぱいで、なかなか取り出しにくくなっているので、これを追加してあげたいなと思っています。重いから倒れないし、いいよね、うん、それからこれ、私の好きなミニチュアシリーズ、これ4つセットで1ユーロで買えてとてもラッキーだった。この犬にまず最初は惹かれたわけですが、こんなね、カゴに入ってて可愛い。でもこの鳥たちもね、表情もすごい可愛くて、あとこの人とかもすごい絵柄が細かくて、ほら、うん、こんなお花も描いてあったり、これ顔もほら可愛くて、すごい可愛いなと思ったわけですが、この中でも私の中で一番秀逸だと思ったのはこれ、ちゃんと入れ物型になって、何も入らないけれど、こ
この入れ物の何だろうこれテリーヌ型的マインドなのかな、うん、なっててすごいかわいい。これが4つで1ユーロだから1個25サンチーム、うん、ということは1個30円ぐらい、うん、ということで大変お買い得でありました。おじさんもちょっと5ユーロとか言われても別に驚かなかったのにね、うん、え1ユーロ、うん、いいんだって思っちゃった。でミニチュアはそんな感じで、このお皿は特にアンティークとかっていうわけでもなく、お店の人にもこれは一体どんなお皿って聞いたら、うん、綺麗なお皿って言われたっていうね、何にもどこから来たかわからない感じだけれど、まあ、なんかねこの手作り感がすごい可愛いし、ちょっとこのワンポイントもグリーンで素敵で気に入りました。これ3ユーロだった。これ自分で作ったようなフリができそうだよね。はい。でこれがスープ皿サルグミンヌ。これはロヤなんて読むのかわからない、ロヤのサルグミンヌのやつですね。これは2枚セットで買いましたよよっていうやつで、これはね、まあ、ちょっと色はくすんでるんだけど、欠けとかも全然なくてすごく、まあ、ちょっとここひびは入ってるんだけど、すごく綺麗な状態なので、使い勝手が良さそうかなと思っています。絵柄もね、可愛いよね。なんかこう自然柄で。で、このお皿は何を買った時についでに買ったんだっけ？それはビジョグリニエの一番最後の最後にいくらでもいいわって言われたんです。そうそうそう、これこのお皿が下に置いてあるのが発見して、これおいくらって言われて聞いたら、うーん、あなたの好きな値段でいいわっていうすごい思いもよらない返事で、すごいどうしたらいいか分かんなくなっちゃった。で、ツーさんが1ユーロって言ったらいいわよって言ってくれたんだよね、うん、そう。でこれなんかこのピンクのこの薄いこの色の感じも可愛いし、で夏とかのねこうデザートとか涼しげな感じにするにはすごくいいかなと思って買ってみました。というのが最初に行ったビットグルニエ&ブロカントで買ったもので、実はそれ以外にも2カ所と行ったんだよね。でそこでもあちこあれこれ買ったっていうね。でまずその中で一番これかなよっていうのは、このバスク柄のこのベアフンの HBCM の、これは何だろう、ミルク入れかしら。でこれ実は私 eBay で全く同じやつを見てて、その時は25ユーロとかで売ってたの。25ユーロさ、うん、そう、高いなと思ってたのに3ユーロで買えたっていうね、ラッキーだったなっていう。これを転売する時は25ユーロまあしないけどっていうことで、これはなんかこう特になんかこうなんだろう、そのままミルク入れとして使うよりは一輪挿しとかに使っても可愛いかなと思っている、うん、ちょっとキッチュな感じでね。でこれは花瓶かな、花瓶しかないよね、うん、でちょっとすごい重くて、これでもう頭カーンってやったら絶対死にそうなぐらい重いんだけど、でもすごい綺麗だし、こういう形の花瓶は結構使い勝手がいいというのがうちにあるグリーンの花瓶で証明されているので、これがいいかなって。これいくらだったっけ？1ユーロ。あ、これ1ユーロだっけ、うんうん、そう1ユーロで買ったというね、破格なお値段で買えたので、まあ車で帰るから重くても大丈夫で、これは通産セレクトのお皿。またこの通産のこう土着な感じのもの好きな感じなこっちが木製の飾り皿、ここになんかホチキスでくっつけられたピックが留め金があるっていうね、こんな感じで。でこっちも同じく飾り皿、どこのものって聞いたら、うん、どっかわからないっていうね言われたけど、ちょっとモロッコとかそんな感じっぽくて可愛いよね、うん、でこれはこのお皿がまたサルグミンヌのお皿。これなんかちょっとこのなんかスープ皿っ
ていう感じなのかなっていう不思議な形が結構面白いなと思って、であと花の柄もねなんか可愛いなと思って、これがいいなと思って見ていたら、で私がこうやってひっくり返してうーんって見てたら、あなたここにディゴアンもあるわよって言ってね、こう私がこういう裏をチェックするのを見て、このディゴアンのこの何なんだっけこれ、水差しじゃなくて洗面器についてるやつみたいなね、をあるわよって言われて、こっちのお皿が3ユーロで、でこっち一緒だったら両方で10ユーロでいいわよって言われて、スーさんはすごい高い高い高いってすごい言って言ったんだけど、まあ私が欲しそうなのがすごいこう分かったから、おばさんはちょっとも負けてくんのかな、1円もね、もう買うの分かってたから、そうでもまあ別にこれ結構高いんだよね、これ買うと結構集めてる人多いの、まあもちろんこの、 あの洗面器みたいなのもセットの場合も多いけど、私はあの洗面器は特にいらないから、これだけでね、またお花、うん、お花そんな飾るのかっていうぐらいにいっぱいお花を飾るものがあるけど、この柄はちょうどいい感じで、なんかこうトゥーマッチ田舎っぽくもなく可愛いかなと思っていて、でこれとこれが実はこうやって一緒になんか置いても ね、なんか違和感なくマッチしてるのね、この色の感じが、こういうものなのかな、そうだから洗面器の代わりにこれでいいじゃんと思って、っていうこのセットが10ユーロで買ったでしょ、うん、であともう一つはこれ、これはうちにこれのちっちゃいバージョンを以前、パリの飲みの市で買って、今梅干しをつけているのですが、あれもうちょっと大きかったらなって、すごく梅干しを大量につけられるのになと思ってたら、これを発見したわけですね、うん、どこの業者でやったらそう、ほら梅干しってみんな4キロとかつけるじゃない？そう。うちの実家はそんなことなかったかな。そう。で中もねこれすごい全然綺麗だから、これはいいなと思って、これによいしょ、いくらかなって言ったら4ユーロって言われたから、3ユーロにしまったね。うん。そう。だから前買ったの結構高かった気がするから、やっぱパリは高いなって思いました。で。最後にこちら、じゃじゃん、これは猫カゴでございますこれ5ユーロって言われたんだね最初確か、でそれを3ユーロにしてもらって買ったのです。いやもちろん洗って綺麗になっているわけなんですが、しかしながらうちの猫割と大きいのでまだなかなか入ってくれないよね。入ってもだってなんか入ってもすぐなんか出てきちゃう、うん、檻に捕まったみたいにしたからそうだからちょっとどねどうしようっていう感じだけど、うん、あと問題は持って帰れるのかなこんなにっていうのはあるけど、まあ、うちの猫が入ってくれないんだったら最近猫を飼い出したあのお友達のうちにあげちゃおうかなって思っている貼ってしてるよこれ、そうだね、私のえみたいなという感じでありました。はい、という感じでですね、まあ、今回もいろいろ買ってしまいましたが、でもなんかいつもとはまたちょっと違うものが手に入った気がしているから、私的にはすごく満足しています。この中で一番気に入っているのはどれかな、あれでしょ、バスクバルでしょ、でもこれも結構気に入ってる、私気に入ってる、ね、あと俺あのお箸置きが意外と、あそうお箸置き可愛いしすごくいいよね、そうそう、うん、これも気に入ってる、あと鏡もどこに置くか分かんないけど、新しいからいいかな、うん、もうなんで大体みんなすごく良かったねっていう感じですね、はい、はい、ではなんとか家に持って帰れるようにみんなで祈りましょうじゃあまた、はい、では